さあやっていきましょうか。バイオハウスアウィトゥ、はい、まあね、ゴミ溜めの中でね、あのお尻をプリンと出しているエイダちゃんがいるんですけど、まあまあそこら辺はねいいとしまして、まああのちょっとお尻を突き突きするためにね、今からの救出作戦しに行こうと思うんですけど、まあ、ここでね、そうだよね、寝てるよね。はい。で、まあ、前回は、なんだっけ、G の塊たちのところを行ったんで、あ、お、そうか、何か刺したんですよ。で、ビーン出てくるか。こいつ始末できるかな？こいつをね、始末するためにね、なんかものすごい弾薬の数がいるんだよね。多分、150発くらい撃たないといけないから、すごい、あ、これ引っかかってくれてる。ラッキー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 。このままそうで、もうね、8月の10日になって、もう間もなくお盆を迎え、10日か、もう間もなくね、お盆を迎えるんじゃねえかみたいな時期に差し掛かってるね。今年残念ながらね、あの毎年大体その、まあ多くの会社さんでもそうだと思うんだけど、8月のさ、あの10、ああ帰ってくのね、祈祷、8月のさ、あの13から15、まあ京都とかだったら16とかの会社さんもあるみたいなんだけど、僕はね、東京本社の会社なんであれだから、全然関係ないけど、ほら、なんか、13から15はさ、お盆休みに当てますみたいな会社さんが多いけど、今回土日が被ってんだよね。だから、いつもよりさ、休みが少なくて、本当の3連休みたいな。まあ、3連休ももらえるときありがたいと思うよっていうね、人もいるかもしれないですけど、いや、お盆だね。お盆で3連休しかないってさ、年間125日も今回、今年お休みがないんだよ。ねえ。125日で規定している会社で、それがない場合って、どういう扱いになるんだろうな。そこら辺はちょっとよくわかんないけどね。まあ、とりあえず、サイドパーク。まあ、これは、まあ、一応取っとくか。うん。はい。で、ここは、多分、もう、うん、そうだね。残殺処刑されているし、こっちもいないと思うから、ここいないよね。そうだね。まあちょっとね、無限武器を使いながらも、やっぱボス戦をこの武器たちで行くわけにもいかないので、まあ、ちょっとでも楽ができるようにっていう感じで、これを進めていこうかなというふうには思ってますね。はい。じゃあこのまま、上へ参ります。ここにね、あの、死んじゃいやんがいるんだけど、まあ先にちょっと始末しちゃったんでね、かわいそうなことに。そっか。じゃあ今回は、まあ、しばらくあいつも出てこないはずだから、うん、あの、白コート変態紳士さんね。白コートではないか。あの、白いロングコート変態紳士さんか。まあ、とりあえずここ戻っていって、で、まあ、せっかくハイディングプレイスのね、ところも手に入れたか。なんか、もう未だにこの操作がうまくいってきないっていう。じゃあ上、参ります。じゃあ戻っていって、まあ、警察署ね、ちょっとせっかく、あの、なんだっけ、フィルム撮ったんで、ハイディングプレイスのところの回収もしていきましょうかね。よしよしよし。階段登っていって。これもね、一気になんかできたらいいんだけど、やっぱまあ、うん、バイオの醍醐味って、なんか、行ったことある場所をさ、なんか狭いその空間の中、行ったり来たりするっていうのがいいんだよね。バイオ RE2 なんかそれをうまく再現できてるなと思うし、バイオ RE3 については、やっぱりそこの行ったり来たりっていうのがさ、なんか乏しいというか、ずっと行ったり来たりしてるから、うん、そこら辺がちょっとね、まあ、ボリュームをものすごく少なすぎたっていうのもあるんだけどね。 RE バースじゃなくて、なんだっけ、レジスタンスか、うん、レジスタンスもやっぱりね、うん、微妙だったよね、ぶっちゃけね。さて、ここは2体死んでるけどいるのかな？いなさそうだね。とりあえずあの、ハイディングプレイスの場所を開けておかないと、そう、開けておかないじゃない、現像しておかないと、そう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 、ね。あの女の子誰なんだろうな、今チラッと映ったやつ。ヒームの置き忘れに注意。
戻ってきたはいいけど、ここで敵追加とかされてんのかな。されてたらちょっともう本当恐怖に震えて泣き叫びたくなっちゃうんだけど、大丈夫そうかな、ね、こいつが起き上がるとかね。冷静に考えるとさ、 RE3 のタイミングでさ、カルロスがすごいボッコボコにしたわけじゃないですか、ここの、あそこのシャワールームで。そこで朽ち果てた死体たちは果たして一体どこに行ったんだって思うんだけど、どうなったんだろうね。じゃあこのままこっち進んでて、もう一つの、ね、隠し場所アイテムね、行きましょうね。でそれが取ってたら、まあ、戻っていって、で、まあ、ルークハメハメしてね、うん、で G2 もハメハメして終わりっていうところになったかな。ここも新しい敵とか特に出てこない。あーそっか、でもあそこのあれ何室って言うんだろうな、かわいそうに、うん、何室って言うんだろうな、あそこに敵ちゃんはいなかっただすかね。ここで敵がいないのがなんか、まあ、ちょっとしたあれだと思うんだけど、やっぱいるよね、いるよね。ふい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 、そんなそんな、 うねってうねってこない、うねってこない。この子あれだね、走ってこないだけマシだね。あれ、こいつこんな角度だったっけ。あ、生きてたー。割としぶとめだったね。よし、でここで火炎放射器ゲット、燃料の方だけど、こいつは蘇ってこないんだよな。あはん、完全に頭ぶっ潰した。あれってか、ここそもそも電気ってついてるんだっけ。まあどうでもいいや。そういやさ、これさ、こっち進んでってさ、やってみたことないけどさ、剣道ショップの方とか行ってみてさ、あっちのワニの地下室の方からまた行けたりとかするのかな。ねえ、何気にやったことがないからしれっとこっち向かってって、このワンちゃん始末しといてよかったよ。ここはあれだね、いまだに燃えてるけど、さあ奴はいるのか。なんか嫌な予感がするよね。いなくなってるですよね。あんな車で引かれてね、どこ行くのよあいつってなるよね。あのコートがなんかその奴が暴走しないようにするためのなんか一応制御装置みたいな考え方らしいね。あれが一定のダメージ量を超えるとコート自体がフルボッコになって、で最終スーパータイラントになっちゃうみたいな、うん、らしいけど。さて、でどうなってるか、ここからまた進むことができるのかな。だって開いてるもんね。お邪魔しまーす、剣道帰ってきたよーで、ストップとか言ってまたショットが向けられたりしてね。あれ、うっ、ちょっと待って、いけないの、あれ、誰が閉めた、これ誰が閉めた、誰が閉めた。まさかあれか、エイダーがカチャカチャって開けた後にスッて抜けたら、なんか会話しながら勝手にレオン先行っちゃったじゃないですか。まあ、操作してるの俺だけどさ。知らないところでカチャって鍵閉められたかもしんねえな。しまった、そっか。ちょっとごめんなさいね、皆さん無駄足踏んだね。まあこのまま戻っていこう。まあね、まだ検証したことがない人がいたとしたら、ああそこで閉まってんのかーいっていうねことが分かったと思うから、まあちょっと新たな発見ということで許してたもれ。ここのワンちゃんはまだいるんだね。これあれかな、刑務所の方、拘置所って言ったのかの方行ったらね、まだあそこで大量発生したゾンビどもまあ いるのかな。まあもうちょっと戻って次進んでいかないと、それすらもいけないってなったらね、もう無駄足になっちゃうからもう行かないんだから。じゃあ、次回パートで一旦
まあ、ぶちのめしていこうかな、 G2 さんをね、まあ、ゴキブリ2体っていうね、ね、違うよし、すごい綺麗に貼り付けられてたね、床に。ここで、そうなんだよな、ここでゾンビが1体しか出てこないっていうのがなんかすごい優しいよね。ハードコアになったら敵の数とか増えるんだったっけ。結局スタンダードしかやってないから何もあれなんだけどさ、これは見れないよね。 OK、 どうしようかな、どこまで、あーあそこまで戻る時間もあれだからな。一旦ちょっとアイテム預けて、ちょっともうここで一旦区切って戻っていこうというふうに思いますんで、まあ、ぜひね、あの次回パートに関してはあのチャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただいて、で、まあ、実応援していただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。今回、次回でね、地下説終わ、あ、じゃあ地下下水道終わって、で地下説ネスト挑んでいきたいというふうに思います。ではお疲れ様でした。さよなら。